2012年4月、マクロス30周年のイベントに合わせ、1分の1ヴァルキリーの制作が始まっていた。川森自らが監修を務め、細部にわたって細かい指示を出していく。マクロスにおいての主役メカであるヴァルキリー、高校時代から温めていたという可変メカのアイデアは、その実現までに膨大な時間を要した。4月、マクロス30周年イベントの準備が進められていた。メインの展示物となるのは、川森監修による1分の1ヴァルキリー。製作工房から続々とパーツが運び込まれる。マクロスフロンティアに登場する VF-25F メサイア・ヴァルキリー。マクロス放送開始から30年、ヴァルキリーが実物大となって生みの親である川森の前に姿を現した。そうですね、そのチャレンジしてるチャレンジな部分がマクロスだったんですけども、本田さんとか、あとね、アニメフレンドのプロデューサーだった岩田さんとかにもすごい支えてもらったし、いや、本当、まあ、ね、本当、なんだろう、怖いもの知らずというのか、その業界の中よく知らないで勝手なこと言ってる若造によく付き合ってもらえたなと思いましたよね。うん、今いたら迷惑ですよねとかね、本当にもうみたいな。ヤマトとかガンダムをずっと見てきて、